次枠、取っといていい？あ、これじゃないや。1時半からまた次枠行きますよ。ちょっと待ってね。おいしょ。ちなみに今、何分のどんくらい進んでる？何分のどんくらい進んでる？まあ、やって4時間だろうな。何分のどのぐらい進んでる？よいしょ。4分の1ぐらい。わっ！マジで？マジかぇ。そりゃ大変だな。そりゃ大変だな。メタルギアソリッド。よいしょ。半分ぐらい。半分まではいってないけど、みたいな感じか。これタグ何にしてんやん、これ。レトロゲー。メタルギアソリッド。よし。半分はまだだと思う。半分弱ぐらい？ 3 分の1ぐらい。ほっ。1時半から。順調のね。なんちゃらかんちゃら。よし。なんちゃらかんちゃら。よし。2枚組だったらしい。じゃあ続きいきまーす。下心が。おいていていて。ちょっと待って。痛いから痛いから。痛い痛い痛い。ほっ。ちょっと。よし。少年かな？ 3695 個目さんやらしい。ほい。痛い。レーション1個なくなっちゃったー。怖い。どこだー？移動されたー。どこかわかんない。うまくはなってきてる。ありがとう。怖い。よし。ご服でよけられる？マジで？よーし、ええよ。ねえ。よし、どうや。オッケー。流れ来てるかな。貴様は大したやつ。しかし貴様の弱点は分かってる。ワンチャンある。3700個目さんいらっしゃい。この男のメールのお尻いいね。自分の頭をぶち抜くんだ。やめろ。やめろ。メール。やめろ。メール。目の前やん。目の前やん。お金取るかじゃないし。そんなバカな。バナナ。目の前。どこだ。どこだ。よし。どこだ。よし。なんだちさんいらっしゃい。雰囲気あった？あんま変わってないよ。私の中では変わってないけど。いて。買ったのかしら。いいぞーこれ。ふう、怖い。いけるかな。メリハ。ほ、あれめ。よいしょ。
あれだ、ロリコンだ。ルックさんロリコンのやつ。うー、痛い。ルックさんロリコンのやつ。ルックさんロリコン、ロリコン、ルックさん、ルックさんロリコン、ルックさんがロリコン。オッケー、ルックさんロリコン。オッケー、オッケー、みんなロリコン。うめえ。いや、いいわ。気づいてないふりしとこ。ペンギンまでだよ。途中、後でやる。いや、気づいてないふりしとくわ。お。よし、お筋トレ変えざいまーす。よし。さあ、どこだ。あ、ダメか。ちょっと待って。うー、怖い。ちょっと待って。よし。よし。ダメだな。よくできたゲーム。ペンギンはまだ終わってない。ふう、怖いよ。避けることだけはできるようになってきた。でもこいつのヒットポイント削りきれるかな。丁寧な作業私にできるかな。あー、ダメだ。くそー、ダメだ。そんな丁寧な作業私にできるかな。よいしょ。あとちょっと。なんでや。ダメか。投げるの見てから打つの余裕はダメなんだな。何人目のスネークだろう。これは一応第一作目ですけど、うん、短いんだよね。ほんと困る、そういうの。する隙が全くない。うん、よし、なんか来た。いったが倒れたなら、拍手でございます。メリルの洗脳も解けるはずだな、ナオミ。ええ、でもなぜそこまでして彼女を助けようとしたの。拍手でございます。キャンベルさんのため、それとも彼女が好きなの。彼女が好きなの。目の前で女が死ぬのは見たくない。かっこいい。あなたは人の死なんて気にも留めないんじゃ。ナオミ、確かに彼は多くの人間を殺してきた。だが殺人鬼ではないよ。人殺しには違いないさ。ひどいこと言うな、ナオミ。もう一つ濡れる。俺には予知能力はなかった。予知能力なんかいらない。未来を変えていく勇気があれば十分だ。そうか、
ナオミ。この未来とやらを教えてやろう。メタルギアの地下整備基地へ行くには、うんうん、そこの隠し扉を抜けるしかない。隠し扉。本棚の裏に隠し扉がある。おお、ありがとう。地上ルートは氷河で埋まってしまっている。なるほどね。通信塔を越えて行け。はーい。その通信塔の渡り廊下を使うんだ。うん。どうして俺に。どうして。俺は人の心が読める。人の心が読める。今まで何千人もの心が、マンティス、未来へつながる今を覗いてきた。ひどい。ドイツの腹の中にも欲という名の夢、種の保存という名の利己的な理想が詰まってた。詰まってたか。ヘドが出るほど、うん、地球上のあらゆる生命は子孫を引き継ぐために生きる。まあね、そう設計されている。うんうん。その方程式がゆえに争う。うん。しかし貴様は違う。違う。むしろ俺たちと同じだ。過去も未来もない、うん、この瞬間だけを生きる、それだけの存在だ。うん。戦ったね、ミカだ。俺たちは登り始めたばかりだ、この男坂をよ。この世に生まれ落ちた時から人を不幸にするように運命づけられている。よいしょ。俺が初めて人の心にダイブした相手は実の親父だった。お父さん。親父の心の中には俺に対する殺意しかなかった。男塾。母親が死んだのは俺の出産が原因だと。俺は親父に殺されると思った。悲しい。あの時俺の未来が消えた。うん。過去もなくした。気がついた時村は炎に包まれていた。過去を清算するために村を焼き払ったというのか。お前の中にも同じトラウマがあるな。こいつもぼっちだったか。お前らもぼっちだろ。お前は俺と同じだ。一緒にするな。俺はそんな貴様にかけてみたくなった。ボスの決起に賛同したのではない。奴の目的にも理想とやらにも興味はない。ただ殺戮に至る正当な理由が欲しかった。死んでる。泣いとる。こいつはもうすぐ死ぬ。俺は事実の刃が襲ってきた。本当の悪魔を見た。スネーク。スネーク。貴様を見ると落ち着く。貴様はボスと同じ。ボス。いや、それ以上だよ。俺はまだまともだ。その女の心を読んだ。メリルの女の心にお前がいた。お前がいた。お前が心の中で大きな存在として。大きな存在。大きくなりつつある。大きくなりつつある。お前たちの未来。リラクゼーション効果。頼みがある。なんだ。マスクをかぶせてくれ。マスクマン。わかった。このままでは人の思念が入ってくる。最後くらいは自分でいたい。俺だけの世界にこもりたい。いやー、引きこもり。オスカさんの声。ねえ、めちゃめちゃ感謝しちゃった。未来が知りたければ扉をくぐればいい。はーい。かわいそう。もうちょっとだけ
ちょっとだけ考え方変えたり、ちょっとだけ事実をねじ曲げてでも思い込む方向を定めれば幸せになれたのにな。現実をそのまま受け止めちゃう素直な人だったんだね。まあ素直な人イコールバカなんですけど、バーカバーカ。メリル、ごめん。バーカ。私捕まった時にマンティスに暗示をかけられていたみたい。うまいこといくよね。ここに置いていく。みんなはうまいこといくよね。後悔するよりも反省することだ。後悔は人をネガティブにする。うまいこといきましょう。ごめんなさい、下ゆり。もう迷惑かけないよ。えいえいスネーク、ちょっといい？まだ泣き物か。さっきの話だけど、マンティスの言ったこと。さっきの？なんだ？いえ、心が綺麗じゃないか。あなたの名前はなんていうの？本当の名前。戦場では名前なんて意味がない。年は？君よりは死人を多く見てきている。家族は？育ての親ならいくらでもいる。好きな人は？他人の人生に興味を持ったことはない。そう、マンティスが言っていたように、他人の人生に興味を持ったことないのね。悪い顔。他人の人生に介入すれば自分を守れなくなる。そんなことないよ。守るものがあれば人は強くなるよ。本当に本当にな。わしはこのニコニコ生放送、わしの自分のコミュニティを守るっていう使命ができてからめちゃめちゃ強くなったで。1にしてくださいって言われました。1にしてくださいって言われたの。よし、1にしてくださいって言われたの。しょうがない、1に入れますか。しょうがない。よし、ついてくんの？まあいいけど。よし、そうそう、リスナーさん守ってんの。守ってるつもりだけど。よし、別に守られてねえわって思う人もいるだろうし、わからんな。よっ。いいところが。か。狼がいるのかしら。狼犬ウルフドッグだ。詳しいのね。これでも犬ぞり使い、マッシャーだ。犬ぞり使い。私がポイントマンを務めるわ。出た前衛。常に私についてきて。よいしょ。やーい、ブセメ。やーい、ブセメ。ブサメンさ、私の米ビでイケメンになってるから早くブサメンに戻してください。役目でしょ。流星かっこ本名。見えねえ。暗視ゴーグル。レーション。はい、ブサメンありがとう。よし。いけない。よし、身を削って守ってやるよ。かっこいいしょ。なんだろう、あそこに C4 爆弾かな。 C4 爆弾かな。ここ、もしもし、あれは何、誰、メリル、あれメリルかな。C4 爆弾、C4 爆弾。うん。こっから撃てるかな。でもあれ、多分メリルでしょ。だから C4 使います。お。あれ。
マジで？どういうことなの？うーむ。こっちからか？こうか。いた。やばいんですけど。うわー、いる。いてーどうせいるのこれ。なんかめっちゃいる。いてー。うわー、いた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 。ちょっと待て。逃げればいいのか。ちょっと待って。なんだ、どうせいるんだこれ。これか。あ、こっちも見えなくなる。あれ、ないな。めっちゃ見つかってる。ちょっとどうせ、どこ行くのこれ。わかんねー。逃げよう。あれ、いらっしゃい。ちょっといたー。死んだ。あー、食べられた。ゆるに食べられた。スネーク、スネーク。全然場所がわからん、これ。私がポイントマンを務めるわ。スネーク、私についてきて。隙間から通れるかな。とりあえず暗視ゴーグルだ。よっ、レイション、よし、おやすみ。めめめ、さっきの隙間から通れるのが一番いいんだけどね。よいしょ。ご飯？ここから入れないんだよな。ここ行きたいんだけど行けないんだよね。どうやって行くんだろう。やっぱさっきのとこから逃げるしかないのかな。でもどこに？場所わかんないよね。
じゃあ次枠いきまーす。お筋トレございます。このまま続けて次枠いきます。次枠はありまーす。よいしょ、次枠ありまーすよ。よいしょ、次枠はありまーす。こっちね。乗り込め。どうしよう、オープニングってサクッと歌ってオープニングサクッと待って、よし行きますね。乗り込め。はい、